イテムをいち早くご紹介する番組、楽器流行通信、ナビゲーターのタキッキだよ。今回ご紹介するのは R の新しいドラムペダル、エリミネーターデイモンチェーンだ。しかも今回は特別にデランジェのドラマーテツさんに登場していただき、熱く語ってもらいましょう。それではテツさん、よろしくお願いします。こんにちは、デランジェでドラムを叩いてますテツです。今日はパールの新しいペダル、エリミネーターデイモンについて少し語ってみたいと思うので、よろしくお願いします。そうですね、僕も、パールにお世話になり二十数年経っております。まあ数々のペダルがこのようにありまして、やっとこれにたどり着いた形となっておりますが、まあどんなプレイヤーにでも対応できる点で、僕に関しましてはこうブレがないペダルというのが大好きで、強いこうブレのないこのアタック感が出るものが大好きなんですけど、完全にこのペダルで満たされております。デーモンドライブというのはやっぱり軽いアクションでより軽く素直にいけるものであり、僕にとってはまあこっちの重量感があり、こうドスンドスンこう踏んでるぜっていう感じにこう行く方がいいわけなんですけども、まあこれが出る前のエリミネーター2というものが僕は結構好みだったんですけども、よりブレがなくなったものがこれでありまして、まあ、ともかくこれはブレがなく力いっぱい僕のようなパワーヒッターには向いております。はい、というわけで、僕はあのこう新しい商品ができてきて、途中段階もまあパールに行って、テストをいろいろするんですが、ちょっと詳しいことがよくわからないので、ちょっとご説明の方を、パールの安子と小高君と語りたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはこのジョイントが、これはデーモンドライブの頃から採用している Z リンク、というジョイントなんですけども、まあ、できるだけそのガタを少なくするっていうのが目的で、まあ、特にツインペダルなんで左足の伝達がちょっとやっぱり通常のやつだと、はい、やっぱりコンマ X とか遅くなるので、まあ、その辺の誤差をなるべく少なくする。多分そういう意味でもその改良されたから、まあ、自分が言うブレがないところにもつながってるのかな、はい、と思ったり、はい、じゃあこういうところにもこだわったりはしてます、ね、こだわってますね、はい。まあ、本来僕はこうまあダブルチェーンですが、シングルチェーンが好みにもかかわらず、なぜかこのダブルでレスポンスがいい、はい、でまあ開発の T さんにまあこの謎がいろいろあるんですよって言われたけど教えてくれなかったんですけど。あ、そうなんですか。はい、はい、どんな感じですかね。ダイレクトのデーモンドライブ、こちらから大きく変わった点っていうと、やっぱりこのチェーンの方を採用してるんですよね。そうだね。でまず新規で型を全て起こしまして、ちょっと分かりづらいと思うんですけど、このチェーンに対しても何箇所か穴を開けたりとかして、まあ、より軽量化を測っているっていうのが、まあ、このチェーンに対しては一つあります。で大きな変更点というとやっぱりこのホイールの部分なんですけど、これも見ていただくと分かるんですけど、穴が4箇所開いてます、ね、でここを、まあ、軽量化するとフィーリング、踏み心地がやっぱり軽くなるっていうので、うん、魔法なのがこう軽量化していろいろ軽くなってるんだけども、そのブレない重さっていうのがあったりね、はい、だからもうそれは企業秘密だね。そうですね、そこはちょっと企業秘密になりますね、はい。忍者ベアリングに関しては、あ、なかなかいいポイントが、はいはい、ありがとうございます。今一応採用しているのがこの主軸となるところに、スケートボード用でよく使われている忍者ベアリングっていうのを、うちの方でコラボでペダル用に作ったんですけども、
これがすごくロスが少なくなって、なのでこれ見ていただくと分かるんですけど、結構長いことやっぱりずっと触れてるんですよ、摩擦が少ないってことはやっぱりこういうふうに動きが軽やかになるっていうところもあったりするんで、スケボーの原理ですよね。そうですね、かといってスケボーは発売しないよね。スケボーはそうですね、そうですね、今後はちょっと課題にしたいかなと思ってます。でもパールのそのなんていうかな、今までもずっとそうだけど、そういうところをヒントにしてくるってすごいいいことで。そうですね、やっぱりいろんなところに多分ヒントってあると思うんですよ。だからじゃあ例えばこれがペダルのこういうところに使われたらどうなんだろうとか、これがじゃあここのアクションでこういう機能がついたらこういうふうになるかもしれないとかっていうのをやっぱり常に日頃うちの技術開発の人間は考えたりしますね、はい。まあ、ドラムのプレイも一緒で、なんかドラムのことばっか考えててもつまんなくなる部分もあったり ね、 ね、特にバンドやってたりするとこうやっぱ歌を聴いてギターを聴いてベースを聴いてなんか新しいもの生まれるっていうか、はい、まあ、そんなのが楽器のメーカーにもありバンドにもありいいっすね。そうですね、はい、なんかこういうふうにやっていろいろと、まあ、テスさんなりいろんなアーティストの方とかといろんな話をしてこういうふうに形になっていくっていうところで素晴らしいね、はいはい。きっとアマチュアもプロも変わらず、合うものは合うし合わないものは合わなく、今この時代だと、まあ、石橋さんなんか言ってもほぼ全種類ペダルも置いてありますし、本当に楽器屋さんに行って試奏できるっていうのはすごいことだと思うんですね。もう片っ端から踏み倒して選んでいただければいいかと思います。僕が初めてドラムセットを買ったのが何を隠そうお茶の水店でございまして、それから縁がいろいろありますが、まあドラムのものは本当に店員さんも詳しいし、いろいろ相談して、もちろん試奏をしていろいろ試してもらいたいと思います。まあ僕の中ではこれが今ナンバーワンフィットです。はい。そんなこのエルミネーターデイモンチェーンを使って、ちょっと足元の映像があるんですが、まああんまり足元の映像を撮らないんですけども、その映像を自分で見て足が踊ってるドラマってあんまりいないなと思うんですね。それがいいか悪いか別として、それが自分のスタイルであり、正解がないのがまあ楽器のいいとこでありますから、ちょっと見てやってください。今日はありがとうございました。